1号艇の宇佐美選手です。宇佐美さん12コースから差し切りました。あの辺の出足というのはそうですね、変わらずいいと思います。はい、これはもう初日からあの足ありましたか。雰囲気はありました。だんだん良くなってきてる感じがあります。はい、そしてまあ伸び、それはどうですか。正直あんまり伸びに関しては比較することできないんですけど、やっぱりいい人はもっといいと思います。はい、まあ、だけれども出足に関してはもうある程度、まあ、自信があるというか、まあ、納得はしてます。はい、ということはもう大きなことはせずに、はい、それとピット離れ、それは問題なし。まあそうですね、今日出た感じでは大丈夫だと思います。まあ、1号艇ですから、まあ、当然インをしっかり守って、はい、まあ、あとはスタート行って先にという。そうですね、はい、まあ、その辺 の、 そのスタートの時計との自分の見え方というのはどうですか。まあ、正直掴んでるかどうかっつったらちょっと難しいところです。はい、101行きたいですね。そうですね、はい、それではもう自分のチャンスがあると思う、はい、そういう感じですよね。はい、はい、期待しております。ありがとうございます。2号艇の中島選手です。中島さん、初日から、まあ、5日間走ったんですが、その辺の演技の変化というのはありましたか。は、昨日が一番いい状態やったと思います。なるほど。そして今日はどうですか。そのどの辺がどういう変化変わってた。昨日は行き足から全部もう負けないなと思ってたんですけど、うん、今日はなんか朝から終電してても感じがちょっと悪かったので、なんで昨日ぐらいの仕上がりになればいいかなと思います。なるほど。ということは気温とかなんかそういうのも若干影響ありのような感じがしますか。まあ、暖かい時よりは今の気温の方がいいんですけど、うん、はい、ただ今日は合わせきれてなかったんで、うん、なるほどね。ということは合わせるということはペラで力合わせてということですよね。もう、はい、もうあといろいろやったんで、うん、もうやっぱペラだけで、はい、いきます。一番良かった昨日の足が良かった、これはどの辺が一番自分が気に入っていたか。でもいいということでしたけれども、その中でもいや、スタートしやすい行き足とかがもう来とったんで、うん、人でも良かったし、はい、もうなんか文句なかったです。なるほどね。まあ2号艇ですけれども、はい、まあ、基本はまあ2コースということに、はい、2コースというのは中島さんは好きですか。あんまり自分の中では好きじゃないと思ってますけど、まあ、その辺はもう、はい、あとはもうね、はい、レースをしっかりしてという。そうですね。はい、わかりました。はい、頑張ってください。3号艇の中村選手です。中村さんね、先頭付近の足がすごくよく見えるんですが、ご自身どうですか。そうですね、そこら辺の足はすごくいいと思います。伸び、それと出足、その辺のバランスというのはどうでしょうか。出足型で悪くないと思います。なるほど、はい、出足が良くて、まあ、スリット付近の足がその中でも特にいいよと、はいはい、ということはこれは初日からですか、何日目から、その辺の部分。最初は、まあ、バランス型だったんですけど、チルトをマイナスにしてからすごく出足も良くなりました。なるほどね、はい、ということはもうこのまま行きますか。はい、もうこのまま行きます。そして、まあ、ピット離れを含め3号艇ですけれども、やっぱりスローの方が今の足は活かせる、そんな感じがしますか。別にスローでもダッシュでもどちらでも大丈夫だと思います。スタートの方は大体分かっているということですね。はい、はい、とにかくやっぱり攻めるレースというか優勝を狙うレースをしたいですね。そうですね、はい、はい、分かりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。4号艇の伊藤選手です。伊藤さん、1月に優勝した49号機と今回の32号機比較したらどうですか。うん、まあ、前回のも良かったですけど、まあ、今回のも頑張ってくれてると思います。なるほど。そしてやはりどうでしょうか、巡業の時ちょっとこう調整がというようなことはありましたか。いや、そんなことはなかった。それはどうでしょうか。まあ、毎回ちょっと微妙に合わせるのが難しいですね。はい、ということはやっぱりストライクゾーンの幅がちょっと狭いということでしょうか。それとまあ僕の調整能力ですかね。はい、この会った時の状態というのはかなり力強さというのは感じる。うん、スムーズですね。はい、それとやっぱ49番のボートのも良さそうな感じがしますね。ですかね。はい、そしてまあ4号艇ですけれども、どうでしょうか。もう角の4コースならそれはそれでいいよという感じ。いや、スローの方が戦いやすい。その辺の部分はどうでしょうか。まあ、どこでも、はい。大体スタートは見えてるでしょ。
なんとなく。わかりました。はい。頑張ってください。はい、頑張ります。ごぼう亭の吉島先生です。吉島さんね、このエンディングは 22% の数字なんですが、それ以上の足はあるでしょう。伸びはちょっと弱いんですけど、まあ、出足はしっかりしてきたと思います。これはまあ初日からですか、日に日にというか、その辺の部分はどうですか。日に日に良くなってきたと思います、うん、ということはその調整というのはほとんどペラですか、それとも本体のその辺の部分は。いや、プロペラで調整しました、うん、なるほど。そしてまあ重要のこの段階で言えば、まあ、他との比較というのはなかなか難しいでしょうけれども、はい、自分の中では良くなったなという感じ。伸びはちょっと下がりますけど、出足はいいと思います、うん、なるほど、はい、ということはその下がるといったその伸びをつける調整はもう一度考えました。いや、もう出足の方にシフトしたまま、その辺の部分はどうでしょう。いや、もうこのままいきたいと思います、うん、ピットでその辺はどうですか。やり方でちょっと失敗したりとかするんで、うん、気をつけて。なるほどね、出たいと思います。まあ、ダッシュになったとしてスタートというのは大体緩和つかめていますか。10ぐらいならいけると思います。なるほど。10は今の足で展開をつけるだけの足は十分にあるよということでいいですね。はい、わかりました。頑張ってください。ありがとうございます。6号艇の大場選手です。大場さん、今節を振り返って、はい、苦労したシリーズでしたか。そうですね、前半戦はもう回った後が、全然動かなくて、はい、大変でした。そして少しずつ徐々に徐々に良くなってきた、そんな感じなんですが。いや、今日ちょっと原因がなんとなく分かって、うん、叩いたのが回ってからの足は良くなりました、はい。まあ、前半の今4レースインから逃げた、はい、あのあたりから。そうですね、はい、これはという感じ。それは陣容でも変わってなかったですか。そうですね、そこの足はあったんですけど、あのピットバナーとかが、うん、まあ、関係なかったんですけど、はい、下がったんで、うん、ということはもう大きなことはせずにあと微調整くらいの、そういう見方でいいですか。ちょっとそのまたピットバナーの悪い原因もちょっと試してよければ、はい、もうちょっと上積み測りたいと思います。まあ、6号艇ですけれども、当然うちのホールは一度は伺うという。そうですね、まあ、地元なんでちょっと行きたいなっていうのがあります。はい、わかりました、はい、期待しております。